押切川公園スポーツ広場は、福島県北方市の総合運動公園である、押切川公園内に立地する多目的スタジアム。公園内には、その他、クレーのサッカー場である自由広場や、プロ野球も開催される野球場などがある。北方市内では、最大の総合競技場として2005年7月にオープンした。 もともとこの場所は、旧押切川の河川敷を埋め立てたものであり、押切川公園の他商業施設や宅地などで、整備されている。サッカー、ソフトボール、陸上競技の公式大会を行えるようにできている。スタジアムの外から見ると、楕円形のため、典型的な陸上競技場に見えるが、フィールド部分が、ソフトボール場として使用する際に対面がくり抜かれた。 形になっている。しかし、サッカー場として使用する際にフルコートが天然芝に収まるように計算されている。陸上競技場として使用する際のトラック部分とソフトボール場としての内野部分はクレー。また、ソフトボール場としては2面の使用が可能だが、スタンドはバックスタンドと通常のアウェー側にしか設置されていないので、南面にはスタンドがないことになる。 ありがとうございます。